こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ不慣れな初心者です。メルカリ初心者の注意点や気をつけることをぜひ教えてくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いきましょう。はい、この流れですね、視聴者様からですね質問がありましたのでぜひね、紹介させていただきます。はい、メルカリを私やってきてですね、まあ感じたことなんですけど、ぜひね初心者の方はぜひこれ絶対守ってください。はい、でこれを守ればですね、ある程度といいますかアカウントを、ね、守ることができますので、ぜひね参考にしていただければいいかと思います。はい、まずですねメルカリ規約を従ってですねしっかりと自分のデータですね、メルカリというのはですね、こうランダムなんですけど、メールアカウントとか、銀行口座とかね、この機なんていうの、確認をするメールが送られてくるんですよ。で必ずそれを入れないとですね目をつけられます。はい、でこれ私事実目つけられたんでアカウント取られました。なのでそういった風に来たら必ず目を通してね確認して送っていただければ問題ないので、ぜひねぜひ確認していただければいいかと思います。はい、でその次なんですけど、商品を出品した時に極力ですが購入者の方はトラブル避けてほしいんですよ。でこれなぜかと言いますとですね、購入した方がですね悪口っていうかねクレームをですね事務局に言うんですよ。そうするとですね事務局がですねなんと目をつけてくるんですよ。はい、でこの目をつけると非常に怖いので、多分これポイント制だと思うんですけど、そういうのがいっぱい溜まってくるとかなりメルカリ事務局がねデータを元に目をつけてくるっていうか、アカウント削除の方向を送るので、ぜひねこういったトラブルも避けていただければ、ね、いいと思います。はい、でその次なんですけど、まあ、同じ商品を出品する必ず写真をね変えてほしいんですよ。でこれですね同じ商品の写真を何回も出してるとアカウント削除されます。これはメルカリの規約にも書いてあると思うんですけど、メルカリはですね基本的に自宅にいらないものを出品して売るっていう、まあ、方針でやってるので、多分新しいものを何回も、ね、転売屋で出すっていうのは規約違反なんですよ。なのでこれ絶対ですね同じ商品出すとき写真を、ね、変えていただければいいかと思うんですけど、まあ、かなりですねメルカリのコンピューターのねインド人の方が作ってると思うんですけど、そのなんてリサーチのマシンっていうか、そのかなり性能いいので、これ絶対的にね防ぐことはね今後ですねできない可能性が高いんですよ、思ったんですけど、ぜひねこの点注意していただければいいと思います。はい、でこうですね、で万が一ですねメルカリにアカウントの制限を受けた時にですね、まあ、速やかにですねメルカリに従った方がいいですね。まあ、30日とかだったらまだ首が繋がってるんで大丈夫かと思います。はい、私の場合もう一発で削除なんで、もうどうしようもないですね。はい、で2度目の時ももう白から全部白です。白で作ったんですけどダメでした。なのでぜひね気をつけていただけるね、まあ30日宣言しても問題ないので、また守ってやっていただければいいかと思います。はい、で一番怖いのはですね、一度アカウントを削除されてしまうともう二度と作れません。はい、これデータ入っちゃってるんで作れないです。なので第三者にね出してもらうか出品ですね、出品ですねっていう形になってしまいます。でこれはですねメルカリなんですけど、今後さらにですねアカウント削除の強化に努めていく可能性が非常に高いです。はい、なのでぜひねメルカリで転売やる方はですねすごい気をつけてやっていただかないと、まあ、転売屋の方ね、まあ、すぐにですねアカウント削除される可能性とか見えつけられたらもうすぐに取られちゃうんで、ぜひ気をつけていただければいいかと思います。はい、はい、LINE 登録お願いします。 LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル10万円稼げるマル秘マニュアルお願いします。ニックネームからスタンプをお願いします。あと YouTube からの質問一切受け付けてません。 LINE 登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。